モーターラレーザーイズ 12M は、モトローラモビリティによって開発されたストレート型、スマートフォンである。au ブランドを展開する KDDI 及び、沖縄セルラー電話のイズシリーズの一つで、CDMA1XWIN に対応する。製造型番は m 12、m o 1 2メーカー型番は、XT909。au 向けのモトローラブランド端末としては2台目の、スマートフォンにあたる。 ドロイドレーザーモーターらレーザーの日本向け仕様としてアメリカの携帯電話事業者であるベライゾンワイヤレス向けに投入されたドロイドレーザーをベースに LTE 通信モジュールを省くなどの変更を加えているディスプレイのガラス部分にはゴリラグラスを採用しており高い強度を実現しているまた背面部は防弾直気等で使われているケベラーファイバーを採用している 対応する AUIC カードはマイクロ AUIC カードである。マイクロ AUIC カードを使用する2012年夏モデル以降の AU スマートフォンなどと同様に従来の AUIC カード対応機とカードを差し替えて使用することはできない。2014年現在、SIM カードのサイズを戻すアダプターが安価で売られており、自己責任扱いだがそれを使用して、 従来の AUIC カード対応機の差し替え利用は可能、また物理的に不可能という扱いであって、システム上の制限はないため、店頭でアダプターを使用しての従来の AUIC カード対応機ロッククリアも可能。ISW11M に引き続き Web タップに対応している。専用のクレードルを利用すると、HD ステーションからマイクロ HDMI でディスプレイに接続したり、 USB でキーボードマウス USB メモリに接続でき、ディスプレイの大きな画面で、モジラ、Firefox などが利用可能。WebTap は Ubuntu をベースとしており、実行中は Android と WebTap が同時に起動され、両 OS を同時に一つのディスプレイ内に表示することができる。バッテリーは容量 1780mAh のものを搭載している。 ユーザーによる電池交換は不可能。工場出荷時にプリインストールされる Android のバージョンは2.36であるが2012年7月11日より4.0へのメジャーバージョンアップが実施された。KDDI から4.0へのバージョンアップが具体的に発表された初の機種である。2012年7月11日に Android 4.0へのアップデートが開始された。 アップデートに伴う変更点、機能の追加は以下通り、PC 向けウェブブラウザが標準装備されている。携帯向けサイトは他のスマートフォンや PC と同じく閲覧不可。ありがとうございます。